はい、皆さんこんにちは、ラジオの時間がやってまいりました。ジョリーに組み立ての時間でございます。ですね、今日は実は本当に、オズ見てきました。はい、オズ見てきて、まだ曜日はね、このオズの初日なんで木曜日なんですけど、この興奮をね今喋んないといけないだろうということでね、本館美優ちゃん、そして私と、三上くんですね、三箇所これだけで見てきたんでね、ちょっと行ってみたいと思いますね。今三上くんちょっとトイレ行っちゃいましたけどね、店でもう使われちゃったらね、そんな問題じゃないですからね、まあお食事前なんでちょっとねもう興奮してる、なんかお腹が減ってても関係ない、あのポップコーン食べてますよね。でとにかくこれの良かったことってのは、単なるあのマジックのっていうのはオズではありません。ブレイク・ウィルソンのショーがありました。はい、このショーについてもね、一緒に、語ってみようと思いますので、そろそろ行ってみたいと思います。まだ帰ってこないかな、なんかね、トイレからですからね。はい、それでも気にしないでいきましょう。はい、今日は、ブレイク・ウィルソンのショー、そしてオズですね、ジョリーに首ったけ、はい、どうも。ということでね、帰ってきたらね、今ね帰ってきたらって、みーくんがちょっとトイレ行ってます、帰ってきたらちょっとね、あの詳しいね、ストーリーとかな、そういう話もねちょっと言ってみたいんですけど、ぶっちゃけどうでした？面白かったですね。今回のやつは、グレッグのショーだけしかねイメージなかったから、もうその後の映画は全くの見なかったんで、ね、うんうんうん、でグレッグ見に行こうだったんで、で終わった後何の映画だったっけって思ったんだけど、始まってから、そうだね、期待してなかったんだけどすごく、確かに確かに、確かにね、今回本当にまあいいな、エルキャプチャンで見るんだから、でグレッグのショーがあるかなと思って、グレッグはもうショーが素晴らしいしね、ハサナちゃん、あ、来たよ、帰ってきたよ、ミー君が。はい、うん。じゃあ、ミーちゃん、お食事の方にもあって、もう一杯でついで、うん。とにかく内容として、映画が良かったね。映画良かった。すごい良かった。せっかく久しぶり、トイレから帰ってたんだから、ミー君、あらすじをちょっとどうなんだか教えてあげてください。あらすじ。はい、あらすじ担当。しがないマジシャンが、変なところから始まりますけど。そうなんです。しがないんだよね。そう、しがないマジ、サーカスにいたマジシャンが、時代は1905年だね。はい。うん、で、サーカスにいたマジシャンがですね、またいろんな人に、まあ、女の子をすぐ口説いてしまうという癖がありまして、うんうんうん、それが問題で、ムキムキマッチョマンに襲われて、気球で逃げるんですけども、逃げるんだよね、その気球が嵐に巻き込まれ、ハリケーンに巻き込まれる。あれはね、まあ、竜巻だね。に巻き込まれて、別の世界へ飛ばされてしまうと。そうなんですよ。そこの世界の名前が、オズ。そうなんですよ。で、オズで、本人の名前もなんかオズとか言ってたんですよ。そうそう、オスカーっていう名前で、あだ名がオスカー。オスカー、うん、っていうふうに言ってたんですけども、それでそのオズの世界に不時着したと、うん、はいはい、でそこで一人の赤い魔女と出会うんですけれども、うんうんうん、その赤い魔女に、あなたは空から降ってきた救世主だよと言われてしまって、本人も、あ、そうか、俺救世主なんだ、そうなんだ、それでいつものしょうもないオルゴール渡して、これは母からの形見だみたいなやつ渡して、そうそう、これを自分の愛してる人に渡してるんだみたいな感じで言って、うん、プロポーズじゃないけど告白して、うん、ありがとうみたいな感じになって、お城に連れてかれて、金銀財宝を目の当たりにし、欲に目がくらみ。まあ簡単に言うと、それお父様がいて、お父様の三人娘なんでしょ、あれ。そうですね。うん、そのうちの、はい、一人をなんとか、一人持ってるウォンドを取って、トータルコータしようってんだよね、あれね。うん、だからもともと、白い魔女と赤い魔女と黒い、はい、緑の魔女がいて、うん、で、赤い魔女と緑の魔女が一緒に住んでまして、そうだ、ん。で、白い魔女が別に住んでたと。そうだそうだ。で、その赤い魔女と緑の魔女は、この白い魔女の持ってるウォンドが、こいつが、ウィキッドウィッチだから、そいつを倒さないとあなたは王になれませんよと、うん、はいはい、救世主になれませんよと、あなたが救世主になった暁にはこのお城の中にある金銀財宝全部あなたのもんですと、うん、よっしゃーって倒しに行くんだけど、実はその白い魔女の方が、うん、いい方だよね、いい方 で、うん、でそしてその人にも、その人すごい美人だったんですけども、うん、僕もね、中川翔子に似てるですで、その人にあれをオルゴール渡してしまったがために、うん、赤い魔女もイビルサイドに落ちてしまい、そうなんだ、あれでもやっぱりどっちかって言ったら恋をしてたからかわいそうな女なんだよね、そうですね、ですごいのが目からさ、やっぱり涙を流すとさ顔が崩れてくんだよね、そうそうそう、うん、でパシンパシンって顔にひびが入って、うん、でお姉さんに頼んで強い力を手に入れるんですけども、それまた青いリンゴなんだよね、あれじゃねえかよそうそうそう、もうあれじゃねえかよみたいな感じで分かって、うん、でそれを食べた瞬間にウィキッドウェッジに赤い魔女がなんと変身してしまうと、なっちゃうんですよ、うんうん、で、そしてそこから赤い魔女と緑の魔女連合 VS 白い魔女と主人公サイド戦うわけなんですけども、うん、主人公の兵隊がひどかったよねだって農民と、なんだっけ、農民とパン屋と、パン屋とあと鍛冶屋、鍛冶屋、それに小人が3人重なって兵隊のふりしてるやつ、してるやつら、それに猿と壊れた人形、
戦えんのかよ。そうそうそう。でね、まあやっぱりね、いろいろあってね、さらわれちゃったりもするんで、いろいろ大変なんだけど、うん、何よりも素敵だったのが、俺が大好きだったところで、そっからでさ、うん、実際の魔法使いとどうやって戦うって時に、そうそうそう、マジシャンが自分の時代の科学だとか、そういうような特殊効果。うん、そう。2005年の、あの、市長大サーカスだよね。市長サーカスのテント小屋の、そのエフェクトを使って、やるんですよ。すごいですよね。すごいんで、それがもう。まさにジャスカーマスケに放出させるような。そうそう。だから、エジプトのね、アレキサランドのね、あの、ガザの時計みたいな、うん、あの、トリックとかそういうのが全部入ってるわけ。うん、あれは素晴らしかったね。すごいですね。大魔神呼び出すような映像を作るトリックとかさ。うん、そうそうそう。うん、そういった花火とかそういうので、ね。そう。で、あと口からちゃんと砲弾出るようにして。そうそうそう。頭攻撃してるように。それで追いやっちゃうんだよね、二人もね、うん。いやー、それで、まあ、いわゆるオズの魔法使いに続くわけだ、これは。うん、ね、うん、最初の戦い、うん。ちょっと題名が最初の戦いって嫌だと思うね、これ、オズの。そうだよね、確かね。まあ、うん、あの、アメリカ名はグレート&パワフルですけどね。うん、そうだね、うん。日本名がそうか、最初の戦いか、そうだかな。ということはどういうことかって言ったら、これ絶対続編があるって感じだよね。うん、そうですね。最後、まあネタバレになっちゃいますけれども、うん、まあ、最後は魔女を倒したわけではなく、魔女を撃退した。そう。で、一人の魔女はもう要するに、あの、ボロボロの老婆になって、一人はモンスターのまま、うん、覚えてるよ、へぇーって消えてったね。あれ、なければよかったんだけどな。最後びっくりしちゃった。うん、まあでもね、変な話だけど、これは続編ありかもしれないけど、もともとオズってのはさ、まあそうか、前のやつがオズとリターントゥオズが2部作だから、うん、これも2部作で終わるかもしれないな、うん、3部は、ね、やらないかもしれないね。3部だとちょっと長すぎるなって気がしますけど、ね、だけどね、配給元ってね、映画ってほら、ヒットしちゃうと3つやりたくなっちゃうっていうさ、だからこれは2部で収めてほしい。そう、オズガイデンとかやられちゃって嫌だね。これがガイデンになるね。はい、うん、手法も最初はね、当然フーディニーフィルムみたいな形で、うん、白黒の、うん、それもスクエア 4×3 の、うん、そういうスクリーンを使ってて、知らない間にカラーが変わった時にスクリーンがワイドに変わってる。あれやられましたね。あ、いい、あれ変わってると思って、ね、本当にこれ。あとね、主人公があれなんですよ、スパイダーマンの時のほらゴブリンの息子、ああ、あれが主人公。へえ、知ってるでしょ。はい、うん、顔に傷を負って最後死んじゃうやつね。それで、俺がね、ちょっとこれ確認しないと分かんないんで、これは未確認情報ですけど、緑の魔女が、はい、ハムナプトラのあいつだよね、女の子の、なんだっけ、お姉さんの方でしょ、うん、そうそう、お姉さんの方、うん、ハムナプトラ のエヴァリの可能性があるんで、可能性がある、そう、どこがって言ったらね、やけに若く見えたんでも30代だけど、うん、で彼女は実際いくつだってことを考えたら、まあ、30代の後半か40代前半ぐらいだから、メイクであれぐらいになるじゃない。やけに若く見えたっていうのはあれじゃないですか、緑の宝石つけてたからじゃないですか、やっぱり。その緑の宝石壊れちゃうとばあさんに戻っちゃうんだよね、あれね、本当に。でもね、結局誰も死なないんだよね、あれ。そうですね、誰もまだ死んでないですね。うん、うん、そうなんだよね。もしかしたら鳩が一匹犠牲になってるかもしれないですけど、あ、鳩一匹、やっぱ鳩は強い生き物だな。わかんねえだろ、みんな見てないから。見た人ごめんね。うん、逃げてったからね。そうそう、でもね、鳩をね、当時鳩袋に入れると20分ぐらいしか持たないんだけど、やっぱりダイレクトで入れてた時代なんでね、鳩ってね、あの時ね、だから多分大丈夫なのかな、大丈夫なんです、うん、いやー、だから映像の中でさ、微妙でどっちかなっていうのがさ、うん、スチールをどうしたのかとかさ、それはハンカチからさ、ハンカチーフからオルゴール出してるじゃん、スチールしてるからと見ちゃうじゃん、特撮かなとかさ、見ちゃいますね、1回だと確認できなかった。見ちゃいますけどね、やっぱり、うん、不確認もどっちかなと思った瞬間にもう出てるんでね、うん。いやー、でも本当にね、映画としてはね、秀逸でした。それと同時に、やっぱりそのグレッグが、映画の中のイリュージョンを、目の前で本当にやるんだよね。ちょっと、あれはやられますよね。で、映画の中でもちゃんと、しっかりとしたマジックとか、もうネタバレに近いようなものをやってて、で、プラスアルファで、終わった後のショップで、マジックを見てる。ちょっとね、やばい。気合入りすぎでしょ。しかも丸テーブル気になったね。あれ、そうそう、あれ何だろう。いや、なんかテーブルホップやりそうなのかしらね。やりそうな雰囲気、うん、だからあれ多分あれじゃないですか、本当に上のレストランの VIP が来るんじゃないですかね、なんか考えられますね、うん、はい、まあとにかくエリキャプタンで見れたということが最高 で、ね、やっぱりディズニーはエリキャプタンで見ると、うん、前の方の一番前の時で、うん、首つらかったけど、イリュージョンとかそういうのもね、ちょっとつらかったけど、それでも良かったと思います、うん、うん、まあとにかく最高の映画が見えたってことで、はい、今回良かったって感じですね。そうですね。で最後はグレッグがまあね、壇上からよう来たのかってやってくれたり、うん、表出て一緒に写真撮ったり、うん、楽しかったです、はい、はい、ということです、また来週、今度は
ジャイアヤとジャクトマメノキ。ありがとうございます。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。